20歳にして世界の頂点に立った男。66キロ級世界ランク5位、森下純平。実は去年の世界選手権までは全くの無名選手。しかし全日本監督の篠原が森下の素質を見抜き代表に抜擢。森下はプレッシャーに押しつぶされることなく最高の形でこのチャンスを生かした。必死に取れた金メダルだったので、やっぱりあの試合が自分にとって変われたなっていう、そういう感じです。無名の存在から世界王者へと一気に駆け上がった森下。オリンピックへの分かれ道、森下純平真の戦いが今始まる。森下の3回戦が始まりました。カザフスタンのセルゲイ・リムとの対戦です。元カリブチャンピオンの、カザフスタン選手権のチャンピオンのこのリムです。初戦ルーマニアのファシエに対して大内刈りで勝ち上がってきました。目の前でエビ沼が勝ち上がりました。勝てばそのエビ沼の一騎打ちになります。勝てば一騎打ち、まあ、本人もそれ意識してますから、はい、前の試合も見てますしね、まあ、プレッシャーかかるところですけど、はい、まあ、自分のペースでですね、試合してほしいですね。そうですね。殿下の宝刀内股はどこで炸裂するか。初戦は大内刈り一本勝ちで勝ち上がりました森下純平です。現在21歳、筑波大学の3年生。若き世界チャンピオンという称号はまず先にこの森下が手にしています。リムがちょっと嫌がっています。奥を取られました。ここは場外になりまして待ってます。組めば一発で持っていく、その内股があります。その得意の内股、同じ技、一足先に海老沼が決めて勝ち上がっています。大外を狙います。動くリム。やはり森下選手の左手ですね、はい、あるいは前襟あるいは奥襟持てれば自分のペースになるんですけど、はい、なかなか持たせてはくれませんよね、はい、動きながら狙っていきます。足を取ってこようというところです。上手背中のあたりずっと嫌な体勢になっています。大外から体を崩していく、踏み落としを狙っていきました森下です。白が森下です。引き込んでいきますよ。気をつけた方がいい。ここは場外です。カザフスタン選手権を取っているリムは今年ワールドカップ大会で2勝を挙げています。やはり森下選手はいかに左手をつかむか、あるいはつかめない状態でどういう攻撃をするかということが鍵になります、はい、内股を透かして自らが今度内股で返そうというところでした。こういったところはやはり寝技使った方がいいですよね、はい、寝技も十分できる選手ですから、はい、ここは腕を絞られるような形になっています、ね、はい、やはり左。さあここはどうか、片入り方染めの形になっているがどうだ。払い、まあ、先ほど組めない中でというお話がありましたが、初戦の大内刈りも組手しっかり持てない中で決めた技でしたね、はい、今もですね、はい、前襟ですね、右襟を持てない内股、はい、片襟ですね、片襟というふうな、作戦で技かけてますね、はい、そのあたり森下一足先に海老沼より一足先に世界チャンピオンとなりまして世界の包囲網を感じています。だからこそさらにその上を行くべく修行を積んでまいりました。勝てば海老沼との一騎打ちになります。勝った方がオリンピックといったそんな図式になるでしょう。今度は左手持ってるんですけど右手が持ってどうだ、両襟の体勢から大内刈り、はい、この体勢でも持っていける。ここ引き手に変えた方がいい。どうだ、あーっと切られた。まだ襟は持っている。一本背負いに行きました。内巻き込みのような形ではありましたが相手のリムです。カザフスタン、やはり一つ森下選手の課題として組手のスピードですよね、はい、スピードと力強さというのは欠けているところなのでそこをしっかり、あ、組みつかれた、危ない、背中噛んでしまった。一本奪われ、技ですね、技ありですね、訂正か。副審は技ありを示しましたので訂正、技ありですね、はい、技ありです。まだ今電光ボードのポイントは今消えています。主審が副審2人を呼びます。ちょっと届きりというシーン
てなんとか技に出会ってくれればというところです。小外掛けですね。小外掛けに行ったの内股に返そうとしたとこすかされましたよね。内股すかしですね、はい、どうなるんだ。あ、今電光板の後ろに一本の表示がついている。負けてしまった。ライバル海老沼との直接対決を前に森下姿を消しました。なんということか、世界チャンピオン姿を消しました。これで海老沼との次の直接対決はなくなりました。森下まさかの一本負け。うつむく森下、痛恨の一敗を喫しました。